はい、それではですね、本日は、自分が持ってるノースフェイスの全部を紹介してみたいなというふうに思います。以前ですね、ノースフェイス紹介してみたっていう動画出したことあるんですけど、そこからまた新しく買ったりとかして、まあ、ちょこっとだけ増えてるので、まあ、それも足して合計でいくらなるんかっていう紹介をしたいなというふうに思います。で、今回紹介するのが全部です。約30点紹介するんですけども、その約30点紹介する中で1点1分ずつ喋ってるともう30分オーバーしちゃうので、もう早速紹介していきたいなというふうに思います。ちなみに、半袖と半ズボンに関しては前回動画で紹介してるので、またそれも上カード出しておくので、はい、見てみてください。でですね、着用してる様子とか、まあ、雰囲気とかそのサイズ感っていうのは別動画で詳細でお伝えしてる部分とか結構あるので、もし気になるのがあれば別動画下の動画説明欄の方に貼ってますので、まあ、そちらから飛んでもらって見てもらえればなというふうに思いますので、まあ、今回は、まあ、一応簡単な商品の説明とあと値段と合計いくらやったかっていうだけの動画になってますので、はい、楽しんでもらえたらなと思います。ではまず一つ目がですね、こちらノースフェイスのセットアップのジャージの、まあ、これはパンツになるんですけども、まあ、特にこれがすごい機能があるわけでもないんですが、まあ、僕が唯一持ってるノースフェイスのジャージのパンツになります。はい、ポリ100のパンツです。まあ、普通にこういう裾のところにジップがついてたりとか、もういかにも普通のジャージっていう感じの、ジャージになってます。でこちらがですね、値段が18,000円っていう値段になってます。全部表記は税込みで表記してます。で次は、2つ目、ドーローライトパンツになるんですけども、こちらもまた詳細は動画で出してるんですが、ソロテックスっていう素材が使われてて、まあ、それが何かって言ったらめちゃくちゃ軽くて、でこういう風にくしゃくしゃってしてもすぐ戻っていくっていう感じになってるので、まあ、僕結構旅行の時とかまあそれこそ車中泊したりとか、あとまあゲストハウス泊まったりとかする時とかに、まあ、こういうのをくしゃくしゃっとカバンの中に入れといて、いざ履くっていう感じにしてるので、まあ、たまにこの時期でもまだ5月6月は夜が寒かったりするので、まあ、そういう時に履いたりしてるっていう感じのパンツです。はい、こちらの値段がですね、14,040円です。はい、ちなみに、価格は全部消費税 8% で計算してますので、 10% になってくるとまた変わってくると思いますが、はい、では次はですね、こちらの、アルパインライトパンツになります。このアルパインライトパンツは、まあ、一応登山用で作られてるパンツになるんですけども、めちゃくちゃストレッチ性が効いてて、もうこれは多分どんな方が履いてもめっちゃ伸びるなっていうぐらいめっちゃ伸びるパンツで、まあ、その代わりポリウレタンっていうのが 10% 入ってるので、まあ、劣化はしやすいんですけど、まあ、僕も一番最初に履いて衝撃受けたパンツの一つで、まあ、これがもうほんまに4年ぐらい前に購入してまだ使ってるんですけど、まあ、そのうちもしかしたら劣化するかもしれないんですけど、今のところアルパインライトパンツ普通に使ってる分やったら、まあ、4年5年ぐらいは持つんじゃないかなと思います。これはネイビーで購入してます。はい、でこちらがですね、値段が 16,200円っていう値段になってます。はい、次は色違いです。でですね、次はこちらが色違いになってるんですけど、まあ、こちらがブラックになってて、まあ、なんでパンツの中でもこのアルパインライトパンツっていうのは高いんかっていうと、まあ普通のパンツと、まあ、大きく違うところってそんなに見た目とか生地とかは変わらないんですけど、これ研究に研究重ねられてて、まあ、その研究費で値段が高くなってるっていうところで、まあ、アスリートとかにも実際試してもらったりして、足の動きに問題はないかとかっていうのをいろいろ改善とかいろいろした上で販売してるので、値段がちょっと高いっていう感じになってるんですけど、で同じく値段が 16,200円という形になってます。では次いきます。では次はですね、こちらがですね、僕が唯一持ってるゴアテックスのパンツになるんですけども、まあ、こちらのゴアテックスのパンツはですね、膝のところでジップがついてて取り外しができて、ハーフパンツにもなって、で長ズボンにもなるっていうようなパンツになってるんですけど、まあ、ゴアテックスのパンツなんで本当に雨の日とか、これから梅雨の時期とか、これパンって履いてたら、まあ、全く濡れませんし、まあ、登山の時とかでももちろん使えるのは使えるんですけど、これは僕は確かセールで買って、今でももしかしたら運が良ければアウトレットとかでも売ってるんじゃないかなというふうに思います。だいたい値段がセールで 18,000円ぐらいで購入したと思います。ではですね、次はこちらになります。こちらの長袖のロンティーになるんですけど、まあ、これは、まあ、僕以前も紹介した時に特にこだわりも何もないって言って、まあ、サイズ感が綺麗っていうところぐらいっていう話はしてたんですけど、まあ、素材にポリプロピレンっていう素材が使われているので、
速乾性があってすぐ乾いてくれるので、例えばこれとか1枚で着てても、まあ、汗がかいたりして、まあ、蒸れにくいようになってたりはしてるので、まあ、その辺は何もないと言ったんですけど、まあ、機能的にはそういうところがあるんかなというふうには思います。着心地が良くてサラサラしてる感じですが、4年ぐらい前に買ってるのでもしかしたら今はもうないんかどうかちょっとわからないんですけど、ないかもしれないっていう感じになってます。で、値段がですね7344円っていう値段になってます。では次いきます。ではですね、次はこちらのロングスリーブホットクルーになるんですけども、こちらのロングスリーブホットクルーはもう真冬にこれ1枚着てダウン着て活動できるっていうようなめちゃくちゃ機能的なあのアイテムで、あったかいユニクロのヒートテックのようにあったかいのにしっかり汗も乾かしてくれるっていう、もうかなり万能なロンティーになってるんですけど、まあ、これが他の動画でもまあ詳しくは紹介してるんですが、僕はこれ冬になったらもう毎日着てるっていう感じになってて、1枚で換算すると少し値段は高くて、これが7344円になるので、まあ肌着で7344円は結構高いっちゃ高いんですけど、まあ、僕はこれほんまにこれまた今もう4年目か3年目ぐらいになってて、まあ確かに内側は毛玉だらけになってるんですけど、まあ多分今年の冬もまた着るんじゃないかなというふうには思いますので、まあかなり冬になったらめちゃくちゃ使える、ロンティーになってます。でこれが色違いでグレーとあともう一つグレーということで 1,2,3 点あります。はい、では次いきます。はい、次はですねこちらのスワローテールベントフーディーなんですけども、まあ、こちらはですね本当に旅行の時とかにめちゃくちゃ使えるっていう感じで、結構こういう感じでシワクチャにしてカバンの中入れてて、パッて広げた最初は結構シワついてるんですけど、ハンガーとかでパンってかけといたらすぐシワも取れますし、何より携帯性が良くて小さくなるし、さらに軽量っていうところで、僕が持ってるノースフェイスの中で一番軽いアイテムがこれになってるので、これは結構あの使い勝手がいいですし、僕も旅行の時とかは絶対これ持っていくっていうような感じにしてます。はい、ちなみに撥水性もあるので多少の雨やったらかぶっておけば、まあ、濡れないっていう感じになってますが、大雨の時に来て外に出た時はびしょびしょになりました。なのであの防水性は全くありません。で、値段がですね今下に出てると思うんですが、はい、この値段になってます。まあ、一番の特徴としてはこれも詳しく別動画では話してるんですけど、ここのポケットの中にこのアウターを全部掘り込むことができるっていうところで、このチャックを開いて裏返したら、この裏返した時に服をボーってこうやって入れていくと、はい、これだけの小ささになるので、まあ、これは結構あの使い勝手がいいんじゃないかなと思います。次はですねこちらのジャージになります。あの一番最初に紹介したジャージのパンツとセットアップで、まあ、購入したアイテムになるんですけど、もうこれは至って普通のジャージです。あのそれ以上でもそれ以下でもないので普通のジャージになってます。まあ、袖とか、裾周りに、まあ、リブがついてて、まあ、ジップがあってっていう至って普通の、あのジャージ。唯一、まあ、静電ケアとかがあるので、まあ、静電気が起こりにくいような設計にはなってるんですけど、まあ、それ以外は特に何もないあの普通のジャージっていう感じになってます。でこれが、11,880円っていう値段になってて、ちなみにもう次のやつが色違いで、イエローで持ってるんですけど、こちらも同様値段は11,880円という形になってます。では次いきます。こちらですねマウンテンバーサマイクロは、まあ、アウターにもなるしトップスにもなるし、まあ、中間着インナーにもなるっていうような感じで、こちらがですね値段が11,664円という値段になってて、まあ、詳しくは別動画で紹介してるんですけども、まあ、これは結構使い勝手のいい感じの、フリースになってるので、まあ、もしノースフェイス今年の冬から買おうかなと思ってるんやったら、僕やったらこれからまず入るかなっていう感じで思うので、まあ、これはほんまにトップスにもなるし、中間着にもなるので使いやすいんじゃないかなというふうには思います。はい、次はこちらがですねデナリジャケットって言って、もうノースフェイスで言うたら定番中の定番で、もう昔からあるようなタイプのジャケットになってるんですけど、まあ、この迷彩に関してはちょっともう今はないんですけど、まあ、単色で例えばなんか赤とかネイビーとかっていうのはまあ毎年出てるので、まあ、そういうのは本当に定番でずっと出てて、でずっと人気があるっていう感じにはなってます。まあ、このフリースのあのあったかさを知っちゃうと、多分他のファストファッションのフリースとかはもう着れなくなるぐらいめちゃくちゃあったかいので、やっぱりアウトドアブランドのフリースやなと思わされるぐらい、やっぱりあの暖かさはもう間違いないかなというふうには思います。でこちらの値段がですね 19,440円という値段になってます。
次はですね、こちらのパーカーになります。ロゴパーカーで、去年ぐらいから確かこのロゴが黒になってると思うんですけど、まあ、赤っていうのはもう今はなくて、もうこれも3年ぐらい前のやつなんで、まあ、赤があったんですけど、まあ、3年前からもまあそこそこ人気があるっていうような感じで、まあ、今とかやったらもっと人気あって7番と買えへんっていう感じらしいんですけど、まあ、この当時でも、まあ、発売して1週間以内にいかななくなっちゃうっていうぐらい、まあ、当時から人気はあったらしいパーカーになってて、僕も入荷してすぐ買いに行って、まあ、買えたっていう感じのパーカーになってます。でこれは裏肝になってて、まあ、あったかい感じのパーカーになってるんですけど、こちらがですね、値段が 14,040円という値段になってます。では次いきます。では、こちら次もパーカーで、こちらがですね、のルクアイーレ限定のマークになってるんですけど、このマンっていうのがルクアイーレ、日本全国探してもルクアイーレしかないような、ルクアイーレでしか展開しないあのお店になるんですけど、まあ、そこで買ったっていうパーカーになってて、これも同じく、さっきと同じく、まあ、ちょっと厚めのパーカーで裏起毛になってて、まあ、本当に真冬に着るような感じで、値段も 14,040円で全く同じっていう感じになってます。色が確かこの霜降りのグレーとネイビーがあったとは思いますが、多分今年もあるんじゃないかなというふうに思いますが、秋ぐらいから発売されるであろうという話をちらっと聞きました。次から3つ連続でクライムライト3連発になるんですけど、これはクライムライトジャケットって言って、あの登山とかもそうなんですけど、まあ、カッパとかにもなるようなゴアテックスっていう素材を使っているので、防風防水透湿性があって、まあ、これからの時期とかやって雨の時期パンってかぶっちゃえば全く濡れないっていう感じになってますし、登山の時とかもちろん使えると思いますし、アウトドアキャンプする時とかも使えると思いますしっていう感じの、まあ、どっちかって言ったら、まあ、秋とか春とかにガンガン使えるような感じのアウターになってます。まあ、それのケルプタンっていう色で、今年の春に出たモデルになってます。はい、まあ、これも詳しくは他の動画で紹介しているので、まあ、興味ある方いたらそちら見てください。値段が 32,400円っていう感じで、次も同じくクライムライトです。先ほどのクライムライトと同様の全く同じ品番のものなんですけど、色がネイビーで、これはもう5年ぐらい前、僕が一番最初のノースフェイスのアイテムを買ったものがこれになってるので、もうこれが一番古いんですけど、まあ、これがほんま5年ぐらい前に購入したアイテムで、でこのジップとかはもう修理して変えちゃったりするぐらい、まあ、ちょっとここが壊れたりはしてるんですけど、まあ、まだまだ着れるかなっていう感じのジャケットです。はい、で次最後の色です。最後のクライムライトの色はこちらのイエローになってるんですけど、これが確か多分今年もなんか一応別カラーという展開にはなってるんですけど、全く同じ配色、全く同じ展開でブラックとイエロー、イエローがもしかしたら明るいんか暗いんかちょっとわからないんですけど、似たような感じの配色も今年も出てるので、まあ、気になる方いれば、今やったチョコエーテあるんかどうかちょっとわからないんですけど、販売はしてました。で、さっきちらっと言うの忘れたんですけど、クライムライトはこういう袋があるので、まあ、こういう袋にもう掘り込むことができて、もうこの中に入れることができるっていう感じになってるので、例えばびしょびしょになって水がいっぱいついてる状態でパッパッと払っても、まあ、なかなか全部は取れないんですけど、まあ、畳んじゃってこの中入れれば、もうリュックに入れてもリュックの中身は濡れないっていう感じになってるので、まあ、こういう袋がついてるのは、まあ、ありがたいかもしれないですが、僕は3つ本当はあるはずなんですけど、もう1つなくなっちゃってるので残るは2つだけっていう感じになってます。 32,400円っていう感じになってます。では次いきます。でこの辺までが唯一最後の中間着っていう感じなんですけど、これも一応あのウルトラライトダウン的な感じで薄いダウンやからアウターっぽくは見えるんですけど、まあ、実はこれインナーでも使えるっていう感じになってるので、まあ、僕は普段は真冬は結構インナーとして使うことが多いんですけど、もちろんトップスでも使えるようなジャケットで、サンダージャケットっていうジャケットになってて、まあ、これも別動画であの詳しく紹介はしてるんですけど、あのダウンってやっぱり水に弱いっていうのが一番の天敵なんですけど、これは水にも強く作られてるっていうところが、まあ、一番の特徴かなというので思うので、特に雨の日とか関係なくいつでもずっと着れるっていう感じになってます。はい、でこれがちなみにちょっとサイズがちっちゃいので、僕はあえてワンサイズ上にして L サイズで購入してて、特にどこが小さいかというと、この胸周りと肩とかが結構ちっちゃく感じるので、まあ、サイズはワンサイズ上げてるっていう感じになってます。値段がですね 27,000円になります。はい、では次いきます。次からですねアウターになります。アウターがマウンテンライト、レイジ、マウンテンダウン、バルトロっていう感じのザ・ノースフェイスといえばみたいなアイテムが今からバンバン出てくると思うので、はい、紹介していきたいなと思います。ではまずですね、こちらのマウンテンライトっていうジャケットになるんですけど、こちらもあのゴアテックスっていう素材を使ってて、要は雨の日でも全然濡れないっていう感じになってるので、まあ、これの下にさっきのこういうダウンを入れてみたりとかして、まあ、結構冬場は自転車に乗ったりすることはあります。
まあ、これの紹介についても別動画で詳しくも言ってるので、まあ、それはまた動画説明欄に貼ってるので、興味ある方いれば、見てみてください。値段が、38,880円という値段になってます。では次いきます。次はですね、こちらのストームブルーになってます。もう先ほどの、ジャケットと全く色違いで、サイズだけが、M サイズで購入してるんですけど、先ほどの L で、今回は M になってるんですけど、なんでかっていうと、これは嫁と一緒に兼用するために、まあ、M サイズにしてるんですけど、まあ、M でも全然着れんことはないかなっていう感じで、これも同様、あのサイズの比べた動画とかも出してるので、まあ、興味ある方いれば、見てみてください。値段も同じ 38,880円になってます。で、次がですね、こちらのレイジーシリーズの、プルオーバーのジャケットになってます。でこれもゴアテックスを使ったジャケットになってるので、まあ、先ほどの、ジャケットとあんま変わらん感じの用途として使ってます。チャリンコ乗ったりとかで、あと、まあ、その辺ちょっと出かけるときにさっとかぶったりっていう感じになってるんですけど、ただこれがこのプルオーバーなんで、ここまでしかジップがなくて、この下はドラえもんみたいな感じでつながってるので、かぶるタイプのジャケットにはなってるので、まあ、その辺が結構好きか嫌いかはっきり分かれるかなと思うんですけど、まあ、機能としてはもう全く申し分ない、もうゴアテックスを使ってるっていう感じになってるので、あとはそのプルオーバーが嫌かどうかっていうだけの好みかなと思いますが、僕としてはつながっといてほしいなっていう気持ちは正直あるかなと思います。でこちらがですね、値段が 44,280円という値段になってます。はい、ちなみにこのレイジって言って、ちょっと昔っぽいレトロな色味は今年から復刻したシリーズになってるので、まあ来年が復刻あるんか知らないんですけど、まあ、今年は一応あったっていう感じのジャケットです。では次は最後ダウン2つになります。こちらですね、こちらが、バルトロっていうジャケットになってるんですけど、バルトロライトジャケットって言って、南極とかの、天体観測とかそういうところでも使えるようにっていうのがもともと始まりでこう作り出したっていうジャケットになってるので、まあ、保温性は間違いないっていう感じになってて、まあ、そういうところで使う用途としては基本的に雨とか濡れるっていう用途はあんまりないと思うので、ってなってくるとこれは防水にはなってないんですけど、まあ、小雨程度なら対応できるっていう感じで、がっつり雨が降ってきちゃうと中のダウンまで少し浸透する感じでちょっとペチャっとなる感じになってるので、まあ、雨の日とかはあまり着ない方がいいかもしれないですが、まあ、ダウンの暖かさ保温力はもうめちゃくちゃ抜群やと思うので、もう僕は結構好きなダウンジャケットのうちの一つっていう感じで、ちなみに今年も発売されるみたいなんで、気になる方はまたインスタとか見てたら多分今年の冬ぐらい販売があるんかなというふうに思います。で、まあ、これも詳しくは動画、別動画で紹介しているので、興味ある方がいらっしゃれば見てみてください。では次はマウンテンダウンいきます。ではですね、こちらがマウンテンダウンジャケットっていうジャケットで、まあ、これもダウンジャケットなんですけど、素材がこれはゴアテックスっていう素材を使っているので、もう最強中の最強のダウンジャケットっていう感じで、外にゴアテックスを使っててダウンジャケットなんか理論上これより上はないっていう感じぐらいハイスペックなダウンになってるんですけど、もちろん人によって好みとかはあるので、僕とかやったらやっぱり首が細いのでこの辺から結構風が入ってくるのが嫌とかはあるんですけど、まあ理論上はゴアテックスダウンっていう、 もう最高の組み合わせを掛け合わせてるので、まあ、その分値段もちょっと高くなってて、66,960円という値段になってます。でちなみにこれよりこれと全く同じようなタイプでもうちょっとロングタイプのコートとかもあるので、まあ、そういうのは女性の方が着張ったりとか、まあ、男性の方でも着張る方はいらっしゃるんですけど、まあ、そういうのは好みに合わせてショート丈がいいのかロング丈がいいのかっていうのも、まあ、好みに合わせて選べるんかなというふうには思います。でちなみにこちらも、今年2019年に新色を引っさげて出るみたいなので、興味ある方いれば公式のノースウェイス のインスタとかフォローしとけばいつかは販売状況が出てくるとは思います。あとは小物になってくるんですけど、次の小物がカバンで、これはカバンっていうカバンになるんですけど、まあ、これに関しては26リッターっていうサイズになってて、まあ、大体デイパックとかが20何リッターとかなんで、まあ、1日分の容量はもう全然問題なく入るっていうのと、あとまあここに PC が入るんですけど、この PC が15インチまで入るっていうようなサイズになってます。はい、まあ、これを、ガンガン使ってますが、もうそろそろここ のノースフェイスってロゴが入ってたんですけど、これがもう剥がれ出してもう山の形しか残ってないような感じにはなってます。では次いきます。次は、こちらのネルゲンのボトルになってます。もうこれは本当にジム用として今ガンガン使ってて、水入れてるだけなんでネルゲンの意味を発揮はしてないんですけど、まあ、もうほんま水筒として使ってるっていう感じで、これは、プレイ限定、東京の日比谷でしか売ってないボトルになるんですけど、これが1944円で購入したと思います。
はい、では次いきます。次はですね、こちらの手袋になります。こちらの手袋が、8100円ということで、ノースフェイスで他にもうちょっと安い手袋ってあるんですけど、まあ、なんでこれが8100円するんかって言ったら、ゴアウィンドストッパーという風を通さない生地を使ってるので、生地としてはそんなに分厚くないんですけど、自転車とかこうやって乗ってても風がこう入ってこないような設計になってて、でさらにこの内側に関してはゴアウィンドストッパーを使っていないので、あのスマホ対応になってたりとかっていう風に、極力いらない部分といる部分っていうのをしっかりあの分けてる手袋になってて、その分まあ値段が高いんかなという風に思います。はい、で僕はこれちなみにもう4年ぐらい使ってるんですけど、まあ、全然まだ健在で使えて、以前セカンドチャンネルでも修理をしたっていう話はしたんですけど、まあ、修理も別に無償でできたっていう感じだったので、なんなら問題なく今も使えてるという感じにはなってます。ただ洗濯とかを繰り返していくと、やっぱスマホ対応してるこの指3本が対応してるんですけど、この3本はやっぱりどうしてもこの毛玉とかができてきて、少しずつスマホがあの反応しづらくなってくるのはまあ事実なので、仕方ないといえば仕方ないという感じかなというふうに思います。というのが一応今のところ自分で購入したノースフェイスっていう感じで、今回今紹介したやつと、あと前回 T シャツ紹介したやつの合計金額を後でお伝えするんですけど、まあ、その前に視聴者の方からもらったプレゼントとかがあるので、まあ、それも使わせてもらってるので、一応僕が持ってるノースフェイスのアイテムとしてはアイテムなので、金額は含みませんが、紹介だけする感じにしておきます。タンブラーになってるんですけど、スタンダードって入ってるタンブラーで、これはですね、おせさんっていう僕の美容師さんにもらったやつなんですけど、スタンダードなんで多分京都のスタンダードで購入してもらったんかなとは思うんですけど、これも毎日ジムで水入れたりとかしてるので毎日使ってるっていう感じの水筒です。で、ちなみに、全然関係ない話をしておくと、ジムの水が、ボタンが 500ml、1L っていうのがあるんですけど、 500ml っていうのを押すと、これ実は 500ml なくて470何 ml かなんかなんで、 500ml これないので、500にすると最後わーって溢れるっていうことは起きるっていう現象があるので、そこだけ気をつけなければいけないっていう水筒になってます。では次いきます。で次はですね、こちらの、こちらもですね、水を入れたりとかする感じなんですけど、ここの口のとこを取って、でこう水入れて、でグーって飲んでいくっていう感じになってるんですけど、ペタンコとかにできるので、空気抜いて、でペタンコとかこんな感じでペタンコになって、カバンとかにもパンって入りやすい感じなんで、本当にこれも視聴者の方からもらって重宝してるっていう感じの、まあ、水筒というのか水入れというのか何か分かりませんが、もらって活躍してます。で他にはですね、靴下ですね、こちらもつま先にノースフェイスって入ってるんですけど、これも視聴者の方にもらって、僕がこの青色で、嫁がオレンジを履いてるっていう感じで、これもよく使わせていただいてます。で最後に最近もらったプレゼントなんですけど、これが、ここのカバンについてるノースフェイスのキーホルダーなんですけど、これただのキーホルダーじゃなくて、実は温度計になってて、でこれでまあ温度が分かるんですけど、なんで僕がこれカバンにつけてるんかっていうと、実はこのカバンは、チャックがここややこしくて、一番後ろは1個だけで、真ん中も1個だけだから、ここに手を伸ばせば絶対あるんですけど、上だけ2つチャックがあるんですよ、こういう感じで。なので毎回このカノッツォにあるっていうわけじゃなくて、なんかたまにこうやって使ったらこっちに行ってる時あるし、でこうやって使ったらこっちに戻ってる時あるし、あまりよくわからん、どこにジャックあるかわからんので、もうその目印にするためにつけてるっていう感じになってます。これもプレゼントしてもらいました。はい、という感じでですね、ざっと紹介したんですけど、まあ、値段表記に関しては一番最初も言った通り 8% で、消費税 8% で計算してるっていう感じになってるので、 10% になってくるとまたちょっと変わってはくると思うんですけど、まあ、僕が今まで支払った総額ですね、前回紹介した半袖と半ズボンに関しては 75,935円という値段になってたんですけど、今回のアウターとかも全部入れて合計で、42点で589,644円という値段になってます。まあまあそこそこな値段がしてるかなっていう感じなんで、まあ、約60万円ぐらい、ノースフェイスに今までつぎ込んだっていう感じで、もう僕もそんなに買ってるつもりなかったんですけど、気がついたら買ってたっていう感じで、まあ、機能がいいので、まあ、その分さっきも紹介した通り5年前です4年前ですみたいな服結構あるんですけど、まあ高い分長く着れてるっていうのが、まあ僕はまあそういうのが好きっていうのもそうやったんですけど、まあ、ある意味これでまあ検証されたっていうか立証されたんかなっていうふうにも思いますし、まあ、特に冬物は高いので、
まあ、仕方ないんかなとは思うんですけど、まあ、そんな感じです。で僕のところによくなんかあのコメントとかで来るんですけど、あのいっぱい服持ってるから偉いみたいな感じでなんか来ることとか、そう思ってる方とかもいらっしゃって、で逆になんかいっぱい服ないから僕は偉くないからなんかあのそんなみたいな肩身狭い方いらっしゃるんですけど、全然そんなことなくて、なんか好きやったら別にキーホルダー1個でも好きな人は好きやし、まあ服50万買ってても別に60万買ってても200万買ってても別にそれは関係ないっていうふうにまあ僕は思ってるので、まあ好きやったら同じように好きでいいんちゃうかなって、いっぱい持ってるから偉いとかいっぱい持ってないから偉くないとかっていうのはまあ関係ないんじゃないかなってまあ僕は思うので、はい、まあ、一応今回紹介したんですけど、結構拓堂さん買ってますよねみたいな感じで言われて、多分前回から増えてると思うので紹介してほしいんですみたいな感じで言ってもらったんで、あ、まあ、それならあの紹介させてもらおうと思って、まあ、今回紹介するという動画を作りました。なので、まあ、また増えたらまたいつかするかもしれませんが、あのこれはものすごい僕も疲れるので、もうこの辺で終わりたいなというふうに思います。ではですね、本日は僕のノースフェイスを全て紹介してみたという動画になります。以上ありがとうございました。